はい、皆さんどうもこんにちは。この日は自宅前の畑に出て野菜を収穫しました。このトマトはまだまだ未熟ですね。今日収穫するのは巨大なナスです。ありました、これです。これ見てください、こんなに大きくなってます。40センチぐらいあります。これは大きい。調べたところ、これは長ナスという品種で、もともと大きくなるそうです。そしてレタスも収穫します。これはサニーレタス。この時期は毎日のようにたくさん収穫できます。おっと、アリンコがいますね。無農薬なのでアリンコやアブラムシがたくさんついたりしてます。そしてこのレタスはスーパーなどで売られている普通のレタスです。ちょっと収穫するのが遅すぎたみたいで、半分ぐらい枯れてしまってます。はい、今日畑で採れた大きなナスです。40センチぐらいはありますね。大きい。でもここになんか穴開いてます。もしかしてこの穴の中に虫が入ってる可能性もありますね。後で見てみます。そしてレタスも畑で採れた新鮮なものです。こちらはもうなんか枯れちゃってますけどね。うわ、腐ってる感じがする。ダメか。ちょっと収穫するのが遅かったかな。これはもうダメです、腐ってます。どっちしようか、こっちにしよう、こっちだな。お、キンキンに冷えてます。はい、キンキンに冷えたおビール。それでは今日もお疲れ様でした。乾杯。うん、うまい、うん、はい、それでは新鮮なレタスと、今日はねいいおつまみを買ってきたんですよ。よし、じゃじゃん、タコ。こっちから行こうか。タコ、これはここに置いとく。はい、タコ。はい、蒸しダコです。半額だったので、少しね迷いながら買いました。税込みで181円、グラム数は 131g です。結構安いですね。でもね、ちょっと古いみたいで、この匂い嗅いだら、うわ、生臭いと思いました。ちょっとね、匂いがあります。水で洗ってから包丁で切りたいと思います。うわ、結構太いですね。ぶっといです。はい、適当に切りました。わさびを買い忘れてました。わさび、冷蔵庫の中にあればいいんですけど。あ、わさびはないかもしれない。
しまった。あ、あったぞ。これがあった。これがありました。よし、ナイス、ナイス。いや、これでね。他にはないもん。あ、もう一個ある。よし、これだけあれば。はい、わさびありました。これはスーパーとかによくあるね。お刺身買うときに、横の方にね、これ置いてあって、自由に持ってくることができるわさびです。たまたま冷蔵庫の中にありました。あ、でももう賞味期限切れてますね。これ。17年12月28日。去年ですよね。去年の12月28日で賞味期限切れです。でもまあ冷蔵庫に入ってたし大丈夫でしょう。はい、新玉ねぎのスライスです。これも一緒に盛り付けます。結構玉ねぎ好きなんですよ。新玉ねぎなので辛みも少なくて、すごい食べやすいですね。はい、北海道産の蒸しだこ。うん、美味しそうだ。いただきます。うん、うん、食べ応えが、うん、うまい。ちょっと生臭さもありましたが、半額だったので文句は言えませんね。玉ねぎもいただきます。あん、うん、うまい。かいわれ大根も、あん、うん、辛くてうまい。蒸しだこが食べられるだけでも幸せものですよね。噛み応えも十分です。うん、うまい。はい、改めまして乾杯の人生に乾杯。